魔物扱いされましたが、私の子供が魔物に襲われたのです。でもあわやという時にアモス様に助けられて、アモス様、あの方はこの町の英雄、いえまさしく救いの神ですよ。え、ラミーは？あ、別に恩着せがましいとかじゃないけど、ラミーは？あれ？ラミーは、え、ムドを倒したんだけど、誰も助けてないでしょ？いやいや、何言ってんの？おいおいおい、ムドを倒したってことはみんなのことを助けてるってことじゃん。なんでや？私たち家族3人がこうしていられるのもアモス様のおかげ。ラミーは？ラミーだって回り回ってみんなのこと助けてるんだけど。しょうがねえ、サンゴールド受け取っといてやるよ。子供がよう走り回っておる。止めたるわ。てやてや、えい、魔物退治だ。てやてや。ラミーは魔物じゃないですが。感謝もされてない上に魔物扱いされましたが、ちょっとどういうことなのですが、か、由々しき事態ですよこれは。ちょっとここの引き出し開けられない。よいしょ、おっしゃ、小さなメダルもらっといてやるよ。じゃあな、ラミーにも感謝してくれよな。シュ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 ギリ、シュ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 ギリ、素敵な今日の始まりさ。よいしょ。